王道の新作ゲーム、グーファイター。世界記録保持者は32秒でレベルを終えました。あなたも、グーファイターでは敵の群衆に生き残り、それらを全て爆発させます。キャラクターを動かして近づきレベルを上げ、新しいパワーを選択しボスを倒します。楽しむ。つまり、32秒以内に勝てば世界記録更新、比較的早く終わるゲームなのか？地面は砂浜なので、足取りは遅いです。この赤い奴らは、敵ですか？敵に向かってボールを投げたぜ。ちょっと削れてますね。そして敵を削ると、上の黄色いゲージが溜まっていきます。レベルアップ。なるほど、このタイプのゲームか。とりあえず、ロケットを追加してみましょう。レベル上がるごとにどんどん強くなっていくぜ。ロケットは発射が遅いですが、威力は強めですね。そろそろ30秒だけど、全然終わる気配ないぜ。あと3秒で世界記録ライン。はい、世界記録難しすぎるだろ。ここは発射速度にします。この類のゲームは、基礎能力上げとくと、後々超強いですからね。敵を倒すと黄色ゲージが増えるが、同時にその上のボスって書いてある青ゲージも増えるぜ。このゲーム、ボスを倒さないとステージが終わらないようですね。ようやくボス出てきたぜ。さて、ボス倒しますか。レベルアップ、いろいろ追加したから、かなり強くなってるぜ。ここはロケットにしましょう。ボスは下にいるみたいなんですが、下にいる赤いのがやたらでかくてボスまでたどり着けませんね。このでかい赤いやつ削ってくだけでどんどんレベル上がるぜ。もうレベルアップ。ここもロケットにしましょうか。これでロケットは4発。お前がボスだったのかー。ボス真下にいたでかいのだったぜ。そうとわかれば、ゴリゴリ削っていきましょう。周囲の赤いのが近づいてきたぜ。ボスに専念したいのに、邪魔ですねこいつら。これでやっとボスを倒せますよ。ボスは攻撃当てるとどんどん小さくなってるから、そろそろ倒せそうだぜ。もう、周辺の赤いのが鬱陶しい。でも、ここでたくさんダメージを与えまくれば、赤いのの上にいる黄色い王冠をかぶったボス、これまでですよ。またレベルアップ。あと数発で倒せます。終わりだステージ10、このゲーム、慣れてきました。ここの敵は真っ黒だぜ。最初、敵を避けながら戦っていくゲームかと思っていましたが、逆です。敵を追いかけてレベル上げるゲームです。最初のうちは敵が弱いぜ。ここは発射速度、敵はだんだんと強くなっていきますが、それ以上に自分自身が強くなるスピードのが速いので、敵は倒しに行った方が効率的ですよ。止まってても敵は近づいてくるが、倒しすぎて敵が周囲にいなくなるぜ。ここはダメージアップ。最初の方にダメージと発射速度を上げておけば、後々弾丸を増やした時に、超強くなります。かなり敵に近づかれてるけど、動かなくてもなんとかなってるぜ。どうやら近い敵から自動で攻撃してるみたいなので、かなり近づかれても、なんとかなります。てかさっきから全然動いてねえじゃねえか。敵倒しに行った方が効率的なんだろ。それは、上の青いボスゲージを見てください。おっと、ここは弾丸追加。レベル5なのに、全然溜まっていません。ボス倒すまでステージは終わらないから、まだまだ時間かかるってことか。そう、ステージ1の時はレベル5でボスは出たのに、ステージ10だと全く出てくる気配がありません。要するに、ボス待ち？そう、ボス待ちです。動かなくても勝手に敵を倒して、どんどんレベルが上がって最強になっていくので、動くのが、面倒くさくなってしまいます。ゲームバランスおかしいだろ。ほら、すでに敵が寄ってくるスピードより、敵を消し去る方が早い状態になってきちゃいました。また発射速度上昇。ボスは、まだまだ出てきません。おっと、右下にピンク出現。ボスまではあと12レベル必要だぜ。ピンクを倒すと、宝箱、これを拾うと、いろんな能力追加されます。が強くなるのかよ。手榴弾を手に入れたので、ランダムに周辺に爆弾が投下されるようになりました。ボス付近まで、16倍速、ひたすら敵を倒してレベルを上げ続けてるぜ。もう最強になりすぎてしまいました。これがレベル17の状態。トゲトゲボールが周辺を回ってるから、接近してくる敵も避ける必要ないぜ。手榴弾とレーザーはランダムにぶっ放してます。この状態、逆にどうやったら負けるのかがわかりません。そろそろボスが出現するぜ。このゲーム、なぜかレベル上がると、レベル上げが簡単になります。何その強者優遇システム。普通のゲームは、レベルが高くなってくると、レベル上げに必要な経験値量も増加します。しかしこのゲーム、どんどん自分が強くなって敵を倒しやすくなるのに、レベル上げに必要な経験値量のバランスおかしいせいで、逆にレベルが上がれば上がるほど、上げやすい。ようやく次で、ボス登場だぜ。ずっと待ってました。ボスは右下に出現。ここはトゲトゲボールオービターを追加して、ボスに向かっていくぞー。邪魔してくる敵もいないぜ。ボス発見。おらー。勝ちました。倒すの早すぎだろ。